ENTP の、はい、今日はそのコミュニケーションのヒント、MBTI タイプ入門コミュニケーション編のご紹介をしたいと思ってます、はい、ENTP 論理的なエクスプローラー、うん、探索し検討する人、うん、で主機能は外交の N、うん、外界では全体の最適さを考慮した仕組みの向上のためにさまざまな可能性に意識を向ける、うん、で補助機能は内向のシンキング、うん、自分の内面では考えたことやアイデアを分析的客観的に検討する、うん、で第3機能は F、はい、フィーリング、うん、発達していくにつれ状況をより個人的な視点から観点から検討していく、うん、で劣等機能は内向の S、うん、感覚、うん、そっかそうですね、うん、主機能が N ですもんね、はいはい、発達上の課題は現実を考慮に入れること、うん、そんなことがありえるのかって思ったりするんですけど、ありえる、ありますよね。現実を考慮に入れないっていうことですか。その冒険じゃないですか、事業を立ち上げる、まあ、そうですね、うん、ある種無謀が伴いますよね。無謀が、でこの例えばうちだとコワーキングスペース、はい、まだほとんどない、はい名古屋とか東京とかには、大都市にはあるけど、しかも駅ですよ、駅の、はい、まあ、ここも駅近いですけど、はいはい、主要駅の近く、うん、近く、はい、とかにはあるけど、はい、ないみたいな。なるほど、春日井の田舎なんかない、そんなとこに作って人来るのかみたいなのはありますよね、はい、はい、それは、うん、ランチェスターを意識したとかがあるんですか。ランチェスターを意識したっていうよりは、はい、もうなんか早くやらなきゃダメじゃないですか、先に作られたら負けですよ。それランチェスターじゃなくて、ランチェスター、あー、まあ地域一番、地域一番、あ、まあ、それはありますよ。まあランチェスターをすごく意識したっていうよりは、はい、だからランチェスターとかを勉強してるから、あ、もともとね、もともと、そういうのがどっかに入ってる、うん、あ、なるほど、うん、でまあ名古屋とかでやるよりは、はい、まあ春日井で一番取ってみたいな、そうですね、はい、っていうのはありますよ。だけどこうみんな反対ですよはい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 、大半の人はやめときなって、やめときなだし、なんかそういうその起業家のセミナーとか行くじゃないですか、はい、勉強会とか、はいはいはい、そこに行ってもみんな反対ですよあ、そういうとこでもドリームキラーなんですね。そういうとこでも反対ですよ。いいんだよって言うわけじゃないんですね。あ、なんか表面上行ったりしますけど、なんかアホなこと始めたぞみたいな、そんなコワーキングなんか誰も知らないビジネス始めたぞみたいな、はい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 、へえ、なるほど、うん、そういうとこでもその反応だったんですね。そういう反応です。なるほど、その時に始めた、うん、はいはい。で ENTP がコミュニケーションで、うん、重視することは、うん、説得によって相手を納得させて考えを推進する、うん、今起こりうることに意識を向け、うん、変化を追求するためにシステムを試行し、うん、新しいモデルやアイデアを作り出す、うんうん、問題点を機会、うん、チャンスとして捉え、はい、うん、素早くつながりを見出し、うん、考えを統合する、うん、複雑な体系を持つ問題の原因に焦点を当て、うん、論理的に分析する、うん、意欲や熱意を示し、うん、変化を推進し最初の行動を起こす、うん、今聞いてどうです、コミュニケーションで重視すること。今聞いて こんな感じだなっていう、うん、まあ、そんな感じは、まあ、あるといえばあるなみたいなのはあります。そうですね、うん、今僕も読みながら、今の話を聞きながら、うん、読みながらで、うん、あ、 ENTP ってこんなタイプか、うん、でなんかごっくんできている自分がいます、はいはい、なんかワーワーする感じじゃないですね。ワーワー、うん、僕はまあワーワーはしないけど、人は求めてる感じはある。そうですね、はい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 、決して一人で黙々と考えるのが好きっていうタイプでもないですもんね。だからアイディアくれみたいなのはあったりするんで、そういう勉強会とか行って、はいはいはい、はい、でこの人たちの自己表現の仕方は、うん、的確な表現を使う、うん、言葉や考えの意味、うん、言外の意味合いについて議論する、うん、なんで今日冒頭にやった中年の危機のやり取りがそれですねはい、はい、うん、はい、で論理的分析的な表現を用いて、うん、抽象的な問題、システム、アイデアについて説明する、うん、正反対の立場からの解決案について話し合い、さまざまな面から考えてみる、うん、まあ、これもやったやつですね、うんうんうん、要は意図してないかもしれないけど、うん、
よく二等辺がポンって言う、うん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 、結構正反対の立場で立つことがある、うんうん、あ、そう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 、これは無意識でやってるのか、うんと、はい、他の考えもあるよねっていうところでやってます。でなので考え方は一緒だったりすることも結構あります。あ、本当のフィーリングとしてはフィーリングとしては二等兵側だが、だけどでもこっちの考え方もあるよねっていうところはあったりするので、グッ、はい、とそっちに持っていかれると反対側に立っちゃうみたいな、なるほど側面はある、なるほど、はい、これねよくまあ、うん、いろんなところで言われるが、うん、その自分が何か思った時とか、うん、話し相手が欲しい時に、うん、正反対に立てる人っていうのは重要ですよね、うんうんうん、だと、はい、あのこの人が今便利だなと思ったのは、はいはい、よく全くタイプが違うと、うんうんうん、なんていうんだろう、うん、ナチュラルにそれは違う話ができるじゃないですか。でも、うん、多分この NTP なんですかねこれは、うんうん、NTP の人たちは、うん、この機能として、うん、反対に立つことができる、うんうん、ナチュラルにじゃなくて、うんうん、っていうのは便利ですね。まあでも反対に立つので、はい、敵対することも多くなるって話はありますけどね。でもこれを、うん、あの便利な機能だなって、あ、まあ、自分って使うと、うん、このチャンネルはいいですね。自分としてはまあいいですけどね。だけどその意見って、はい、で反対意見出すわけじゃないですか。でも考えてることは一緒だとしてもタイプを知ってるとか、はいはいはい、要は危険ですもんね、この人だけの、うんうん、あ、まあそうですね、突っ走るのは偏ると偏ると、うん、まあ、それがドリームキラーになってしまうのは良くないが、うんうん、あ、検討には値しますよね、はいはいはい、で説得や明確な説明によって自分の考えを提唱し、うん、周囲を啓蒙し交渉しようとする、うんうん、で一度言ったことを繰り返すことは好まず、うん、細かなことの説明にあまり時間をかけない、うんうん、としてありますと、うん、でこの人たちが人間関係で重視することとしては、うん、人当たりがよく緊張を解き、うん、愛想がよく説得力がある、うん、共感や気持ちよりも、うん、論理を用いて人間関係についての問題にも対処していく、うん、個人的なことを持ち込まない態度を示し、うん、人そのものよりも課題に専念する態度を取る、うんうん、いろいろな視点に率直に議論したいため、うん、意見を個人的に取る人がいると驚く傾向がある、うんうん、自分の立場を自由自在に変えながら賛否両論を楽しむための気まぐれで、うん、気が変わりやすい印象を与えることがある、うんうんうん、まあ、まがいなりにも動画を撮り始めて、はい、うんうん、もう2年ちょっと経ちますね。そうですね。で私はその前からブログを書いていた時期がない、はいはいはい、うん、なのでもう多分入会して、うん、もう5年ぐらい多分、そうですね、結構長いですよね。そうですね、長い、はいはい、長い長いです、はい、で今これを読むと、うん、元から ENTP だったんじゃないって、はい、思ったりもします。します、うん、わかります。元から E だったんじゃないのって、うん、読むとね、なんか説明を読むと結構しっくりきたりはするんですけど、はい、なんか NT っていうと賢いイメージがあるじゃないですか。賢いなイメージはありますよね、はい、だからなんかそんなに賢くないかもしれないっていうのはあるので、はい、はいはい、っていう、うん、前にこのツイッターで見つけたよっていうこの外交的と内向的のこの振れ幅があり、うん、この ENTP ってやっぱりこの真ん中らへんなんですよね、うん、はいはい、うん、っていうのが、うん、体調を分からなくさせてた、うんうんうん、ENFP と ENTP はどうしてもなんかこの真ん中寄りっていうのがこれを見せたかっただけなんですけど、はい、確かにこう診断結果 50%50% と 49% と 51% とみたいな、外交と内向が50-50 だったんですよ、はい、なるほど。で感情と思考が49-51だったんですよ。あー、なるほどなるほど、はい、あのこの辺なので、まあよく河合駿さんとか、はい、ユングは言うんですよ、うんうん、ユングや河合駿さんは言うんですよ、うん、タイプは座標だ、うんうんうん、点だ、はい、って言うんですけど、うん、今の先ほど見せた、うん、あの辺ぐらい、うん、とか僕はなんかこう
3D なるほど、うん、立体なんですね。立体座標が、座標が、はいはい、なのでこの角度で見るのとこうちょっと角度変わるととまた向こうのやつも見えてくるみたいな、反対側から見ると違うとか上から見たりとかでちょっとこう見え方が変わるみたいな。ああそういう、うん、なるほど、うん、皆さんなんかその辺ご自身の座標がどういう風って、僕やっぱりこの今見たのが大きい丸で捉えてるんですね、うん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 、なのでまあこっちに見られることもあるような、うん、こっちに見られることもあるような、うんうん、当然あるよねって思ってるので、うんうんうん、これじゃないといけないとは特に思ってるんですね、うんうん、手帳立体なんですね。この立体のイメージです。人との捉え方もなんか比べられると面白いですよ、うんうん、はい、